はいどうも皆さんこんにちは。どうした？いきなり挨拶しだして。こういう挨拶も入れていった方がいいのかなと思いまして。そんな挨拶している時間あったらここからどうするか考えようぜ。前回で荷物を全部没収されちゃったからね。5日目にして振り出しに戻っちゃっているんだよな。自由時間だよ。一日で一番楽しみな時間が来たよ。楽しみにしてくれるのはいいけど前回みたいなことしないでね。そりゃもう、反省しているんでしませんよ。それならいいんだけど。じゃあ二人とも自由広場に入って。了解です。わかりました。じゃあ食事の時間まで楽しんでね。霊夢、言いたいことがある。どうしたの？あそこの棒の横のチェスト、丸石が入っていたぞ。え、取れた？しっかり取ったぜ。おお、やっぱりあのチェストには何か入ってたか。こうなってくると没収された丸石が惜しくなってくるな。前回同様、囚人の持ち物保管庫みたいな場所があればいいんだけど。囚人所持物保管庫だっけ？あ、それそれ。ちょっと私探索してくるわ。その辺にないか見てくるぜ。あ、了解。私は自由広場で待機しているね。頼んだぜ。個人的に前回気になったのが、ここの奥って懲罰棒に繋がっているのかということ。前回考察ばっかりして懲罰棒の中の水路あまり見てなかったからな。あれ、豚郎と豚子が、二人で顔をつけ合って。あらやだ。これは重大事実ですよ。マリサが帰ってきたら報告しなくちゃ。うん？この光景やっぱり懲罰棒だな。まあなるべく入らないようにはしたいが、懲罰棒に入っても探索はできると。っていうかあれだな。食べ物も少ししか返してもらわなかったから、これ空腹で走れなくなる可能性があるぞ。本当は地上に出て探索行きたかったが、ちょっと厳しそうだなこりゃ。走れないと時間的にも間に合わないと思うしな。自由広場に戻るか。お前らいつまで顔をくっつけてんだ。先生は怒っているよ。お前らは真面目な生徒だと思ったのに。っていう霊夢の一人コントでした。暇だな。戻ってきたぜ。あれ、思ったより早く戻ってきたね。食料があまりないことに気づいてそれで戻ってきた。てかマリサこれ見てよ。うん、何か見つけたのか。なんじゃこの光景は。あ、飯塚監視長が見てるね。この光景に一言お願いします。マリサさん。お幸せに。なんだこの沈黙は。これって人参とかあげているわけじゃないでしょ。いや、私は何もしてないよ。さっきからずっとこの状態なんだよね。あ、飯塚監視長が人参落としていったぞ。豚郎と豚子見上げてってことかね。仕方ない。こいつらに人参与えてやっか。あ。子豚が生まれてしまった。豚郎と豚子の子供だから。強し、なんでだよ。っていうかマリサはさっきの時間にどこへ行ってたの？多分お前も地下水路に行ったことあるからわかると思うけど、地上に出るルートの奥にも続いてたじゃん。あ、そういえばあったね。前に確認した時にあそこって懲罰棒に繋がっていた覚えがあって、確信を得るために再確認してきたって感じ。なるほどね。まあそこへ行くなら違うところの探索に行っていた方が有意義だったかもしれないが。まあ今日は食料もなかったから仕方ないよね。そうだな。次の食事の時間に食料を確保しておかないとな。でもどうする？結局木材が手に入ってないけど。そうなんだよな。没収された荷物のことばっかり考えていたけど、木材の問題もまだ解決してないからな。あ、でも食堂裏の鍵が手に入ったんだっけ？そういえばそうだったな。この後の食事の時間にそこも行ってみるか。あ、でも、2階の倉庫も確認したいような。これは、役割分担でもします？そうだな、私は食堂裏に行ってくるからお前は巨大倉庫の探索を任していいか？オーケー、わかった。あ、看守来たね。食事の時間か。終了だよ。看守長、もうお腹が減ってやばいですよ。え、懲罰棒に入れる前にちょっとあげなかった。あれじゃ全然足りなかったです。私たちの大食いレベルを舐めていましたね。君たちの大食いレベルは知らないけど。じゃあこの時間にしっかり食べておいてね。はい、わかりました。一番腹持ちのいいステーキをたくさん取っておこうか。私もなくなったら困るからたくさん取っておこう。一旦、こんなもんでいいか。じゃあ私は食堂裏に行ってくるな。
了解、私も少し食料を確保したら上に行ってみる。さて、鍵をここのドロッパーに入れて、開いた、よし。ん？一体なんだこれ？よし、これだけパンがあれば十分でしょう。さて、倉庫の中に何かないかな？ってあれ、誰かが入ってきた形跡があったため封鎖。え、巨大倉庫入れなくなっているんだけど。ちょっとこれはマリサに報告だ。マリサ、巨大倉庫入れなかった。え、なんでだ。なんか誰かが入ってきた形跡があったため封鎖って書かれていた。マジか、巨大倉庫行けなくなったか。っていうかこれは一体何？わからん。これはまた何かしらの謎のような気がするが、重要そうだから色は覚えておいた方が良さそうだね。そうだな、何かの役に立つかもしれないからな。そろそろ時間がやばそうだから戻ろうぜ。そうだね、看守が来そうだから戻りましょう。終了だ。あ、監視長、もう腹がいっぱいで苦しいです。それだけ食べれば空腹にはならなさそうだね。あ、今日は5日目だから風呂の日ですか。本当は風呂の日だったんだけど、昨日は君たちが懲罰房に入っていたからやっていない刑務作業があるんだよね。なるほど、じゃあ今日は刑務作業ってことですかね。そうだね、申し訳ないけどやってもらいたい作業があるから風呂は明日だね。これに関しては私たちが悪いから何も言えない。そうだな。今日も木材や石材の整理と思いきや、思いきや今日はこっちなんだよね。そっちというと2階ですかね。今日はここで作業してもらうね。職員用食堂。今日はここの下の羊毛を変えてほしいんだ。下の羊毛ですか。ここのチェストに羊毛を入れておくから、これでこの食堂をいい感じにしてちょうだい。いい感じ、抽象的だな。その羊毛は色とか種類たくさんあるんですかね。赤色しかないから、今茶色と青色の羊毛を入れるね。あ、ありがとうございます。じゃあ必要なものは入れたから、あとは頑張ってねー。了解しました。茶色の羊毛あるな。これ、パクっちゃう。いやー、さすがにヤバいんじゃね、刑務作業のもの取ったらバレるでしょ。さすがにダメだよね。っていうかこの刑務作業初めてだな。ここに来て新しい刑務作業だね。巨大倉庫。メモ。G の13、石の剣、J の3、松明。何そのメモ。これ、石の剣と松明の入っているチェストの位置じゃね。え、じゃあ巨大倉庫にあるってこと、石の剣と松明が。そういうことじゃねえか。うわぁ、それ巨大倉庫が封鎖される前に行きたかったね。ちょっといろいろと焦りすぎてたかな。こっちのチェストは何か入っているか。チェストには何も入っていなさそうだな。ここの職員食堂って巨大倉庫の前だよね。あれ、待てよ。もしかしてこっから巨大倉庫行けるんじゃね。行ける。一方通行だけど行けるな。ちょっと私倉庫見てくるわ。あ、じゃあ私は刑務作業やっているね。まず松明を見てみるか。 J の3だったよな。ここか。お、15本あったな。あの情報は合っているっぽいぞ。ということは石の剣はこっちか。 G の13だったよな。下の列のここか。あ、やっぱりあった。これで念願の剣を手に入れることができたぞ。霊夢、ここのドア開けられるか。あ、マリサ、戻ってくるの早いね。はい、開けたよ。助かるぜ。巨大倉庫に剣と松明あった？あった、これで私たちの棒の中の糸を取ることができるぞ。おお、ついに念願の木材が入手できるんだね。いやー、よかったな、刑務作業の羊毛をパクらずに済んで。そこで剣が手に入らなかったらその手段を選んでいたかもしれない。あ、監視長が来た。監修、終わったよー。めちゃくちゃ霊夢のテンションが高くない？きっと力作ができて喜んでいるんですよ。お、でも確かに見栄えはかなりいいね。
これは職員からも功労の声が聞けそうだね。看守ベタ褒めじゃん。ってなると私の刑期が少し短くなる？それは絶対ないね。絶対と言われてしまった。じゃあ二人とも余った材料は全部チェストに入れてね。了解しました。よし。大丈夫そうだね。カーペットがあるのがちょっと謎だけど。あ、私がちょっと間違えて作っちゃいました。羊毛ごと変えるとは思ってなくて。あ、なるほどね。まあそれくらいだったらいいよ。カーペットならまた使えるしね。めちゃくちゃ関係ない話していいですか？関係ない話、何それ？ここの刑務所って前のアインズ刑務所みたいに副監視長っているんですか？いや、ここは僕だけだよ。囚人の数も向こうに比べて少ないからね。なるほど。じゃあずっと飯塚さんですか？ちょっと不満そうだね、霊夢。いや、むしろ飯塚さんだけなので安心しました。前の副監視長は厳しかったものですから。あ、山中くんのことかな。あ、知っているんですか？一応僕と同期だからね。そうなんですね。なんか最近の話聞いていると山中くん厳しいみたいだね。もう大変でしたよ。昔はもうちょっと穏やかだったんだけどね。どうしてあんな風になっちゃったのか。え、昔はあんな感じじゃなかったんですか？そうだね。まあ山中くんの話は置いて二人とも棒に入って。あ、わかりました。了解です。じゃあ明日の自由時間まで待機ね。なんか、山中の話が聞けたね。まあこっちの刑務所に入った私たちには関係のない話だろ。それよりも棒の中の蜘蛛の巣取っちゃおうぜ。あれ、そういえばここはディーンズって持っている？持ってないな。私も持ってない。一回持ち物没収されたの完全に忘れていた。じゃあ、木材ゲットは自治会ってこと？そういうことになるな。まあゆっくり一つずつ確実にこなしていこうぜ。焦ってまた懲罰棒ってなっても嫌だろ。そうだね。昨日の反省を生かさないと。よし。羊毛もできたし今日はこの辺で寝るとするか。そうだね、寝ましょう。おやすみなさい。おやすみだぜ。